こんにちは。武器屋の店主のフランです。この動画は字幕がありますので、各国の言語でお楽しみください。チャッス。私は勇者の勇ちゃんだよ。ガー、かぼちゃが取れないんじゃ。神経が苛立つ。なんでそんなの被ってるの？ハロウィンだし、私は流行の最先端を見逃さんからな。ハロウィンなんてとっくに過ぎているし、ハロウィンって流行とか関係ないでしょ？毎年の行事でしょ？そもそも日本でハロウィンだなんて、企業の金儲けに踊らされているだけだってことに気づけ。お金と経済が回るのはいいことよ。そっか、確かに。さて、ゆうちゃんのお遊びに付き合っている暇はないわ。今日はどんな武器を解説するつもりなの？今日は、マンリハーのライフルについて解説していきます。マンリハー。それは武器の名前ですか？人の名前ですが、武器の名前でもあります。フェルディナンド・マンリハーという重火器の技術者です。もしかして有名な人なのか？有名ですし、天才でした。どこの国のどの時代にも武器に革命を起こす天才がいます。アメリカのサミュエル・コルトはシングルアクションを発明し、拳銃に革命を起こしました。ドイツのヨハン・ニコラウス・ドライゼはボルトアクションを発明し、同じくドイツのポール・マーザーがボルトアクションを完成させました。イギリスのハイラム・マキシムはリコイルを利用したフルオートマシンガンを発明し、フランスではポール・ビエイユが実用的な無煙火薬を発明し、重火器を全く新しいものに変えてしまいました。そしてアメリカのジョン・モーゼス・ブラウニングは数々のオートマチック・ファイヤーアームズを完成させました。ドイツもこいつも武器に革命を起こした人たちだね。武器の歴史を変えた天才は他にもいろんな人がいました。そしてオーストリアにはマンリヒャーがいたのです。そのマンリヒャーって人、そんなに天才だったのか？天才的な発想を持った人です。発明した銃を見ればそれもうなずけます。マジか。マンリヒャーは世界で初めてセミオートライフルの仕組みを発明しました。またエンブロッククリップを発明し、ストレートプルボルトアクションを発明しました。後のアメリカの主力になる M1 ガーランドにも影響を与えたと言われています。そんなにいろいろ発明した人なの？そうなのよ。マンリヒャーという名前を聞いたことがないという人も多いかと思います。しかしマンリヒャーは非常に優れた設計者でした。そうだったのか。そうだったのよ。マンリヒャーはシュタイヤーというオーストリアの老舗重火器メーカーで仕事をしていました。その歴史について見ていきましょう。シュタイヤーは1864年に創業し、現在も存続している重機メーカーです。1989年から2019年までシュタイヤーマンリヒャーという名前でした。そのマンリヒャーって人の名前が会社名になっているんだ。そうです。これは偉大な設計者マンリヒャーに尊敬の念を表してマンリヒャーの名前をつけていたのです。現在はシュタイヤーアームズという社名になっています。なるほど。フェルディナンド・マンリヒャーはドイツ生まれの重機設計者です。オーストリアに移住して鉄道会社に就職しました。1866年に起こったオーストリアとプロイセンの戦い、不応戦争でオーストリアが敗北したのをきっかけに武器に興味を持ちました。その後に作り上げた数々のライフルはオーストリア・ハンガリー帝国の正式装備となったのです。そのオーストリア・ハンガリー帝国っていうのは一つの国なの？一応国は2つなんだけど、一つの国っぽい感じに仕上がった二重帝国です。オーストリア・ハンガリー帝国はハプスブルクの慣れの果てですね。中世のヨーロッパで栄華を誇ったハプスブルクもいろいろあって風前の灯火になっていました。ロウソクビフォーザウィンド。ハプスブルクもいろいろ大変なことがあったんだね。1864年創業のシュタイヤーのライフルは1867年に帝国の正式装備となっていました。そして1875年、マンリヒャーは鉄道会社からこのシュタイヤーへ転職します。ここからマンリヒャーが本格的に武器開発に参入していくことになるのです。シュタイヤーに入社した時は何歳くらいの話？この時マンリヒャーは27歳ですかね。働き盛りの年齢ってわけだ。マンリヒャーの設計したライフルが世に出るのは1885年を過ぎたあたりからです。入社して何年かは武器についていろいろ学んでいたのだと思います。実はマンリヒャーが最初に作ったライフルがセミオートライフルです。いきなりセミオートなの？マンリヒャーの作ったセミオートってどんなやつなんだ？1885年に完成した M1885 というセミオートです。
マンリヒャーの作ったセミオートライフルは、資料が乏しく、大雑把にしかわかりません。メモや図面が残るのみで、実物は存在しないと言われています。そういうことか。ですので、わかる範囲で説明していきます。でも、セミオートライフルって、時代を先取りしすぎている感じがするね。1885年でしょ？マンリヒャーが作ったセミオートライフルは、1883年には開発されているので、マキシムガンとほぼ同じ年代です。マキシムガンは世界初のフルオートマシンガンだね。そうね。世界初のセミオートライフルは、マンリヒャーということになります。これは、人類には早すぎる。セミオートライフルが一般的に使われるようになるのは、第一次大戦が終わってからです。1920年代過ぎということだな。セミオートライフルは、引き金を引くだけで撃てます。当時のライフルの主流は、ボルトアクションで、レバーをガチャガチャして、一発ずつ、装填と配強をします。セミオートは、圧倒的に操作が楽で、速射性に優れています。完全にチートアイテムじゃないですか。でも、それってちゃんと動いたの？結論から言うと、マンリヒャーのセミオートは成功しませんでした。失敗兵器だったのか。失敗ではないけれど、実用に耐えられるものではなかったようです。というのも、黒色火薬でセミオートライフルを作るのは無理でした。黒色火薬はゴミも多く、技術的にも動作を保証できるものではなかったのです。なるほど、難しかったんだね。やはり無塩火薬の性能が必要なのか。そうよ。でも、マンリヒャーのセミオートは、後の時代に登場するライフルやセミオートの仕組みを先取りする構造でした。M1885 は失敗しましたが、次のライフルを作るための技術は完成していました。マンリヒャーが次に作ったライフルは、オーストリア・ハンガリー帝国の正式装備となります。1886年に完成した M1886 です。エンブロッククリップとストレートプレボルトアクションを採用したライフルとなります。エンブロッククリップってどういうやつだっけ？ストリッパークリップとは違うんだよね。エンブロックはこういうやつです。クリップごと弾倉へ装弾し、最後の一発を装填するか発射するかで、空っぽになったクリップが排出されます。こういう動きをします。こういうやつか。ガラクリップは自動的に下に落ちます。これは便利で早いね。エンブロッククリップは、ストリッパークリップの競合になるわね。ストリッパークリップは、こういうやつだね。後に、第二次大戦でアメリカ軍の主力となる M1 ガーランドがエンブロックになっていますね。M1 ガーランドの場合、カラクリップが上に飛んでいきます。どこに飛んでいった？そこら辺に飛んでいったのよ。エンブロッククリップは画期的な新しい発明でした。さらに、マンリヒャー M1886 にはもう一つ画期的な発明があったのです。それがストレートプルボルトアクションです。ストレートプルボルトアクション。普通のボルトアクションと違うの。一般的なボルトアクションはターンボルトです。例えばこれはフランスのレベル1886ですが、薬室に弾を装填した後、ボルトを回転させてロックします。確かにレバーをくるっとターンさせているね。こちらはアメリカで正式ライフルとなった M1903 ですね。これもやはりターンボルトになっています。ってことはストレートプルってのはボルトのターンが必要ないってこと？ストレートな動きってことか。そういうことね。これはスイスの K31 というストレートプルなボルトアクションです。この動きを見るとボルトを回転させていません。前後にスライドさせているだけです。なるほど、こういう動きか。マンリヒャーはこのストレートプルを発明した人です。これはかなり操作が楽なんじゃないの？ターンボルトよりも操作が簡単だよ。そうよ。ストレートプルはターンボルトに比べて操作が楽で、発射速度も速いです。ターンボルトは、ボルトのターン、ボルトの交代、ボルトの前進、ボルトのターンと、4アクション必要ですね。しかし、ストレートプルは、ターン操作が必要ないので、ボルトの交代とボルトの前進、2アクションで終わりです。これは革命的な発明なのでは？革命的ですね。現在、発射速度が求められるスポーツ競技では、ストレートプルが使用されています。次世代のボルトアクションか。しかし残念ながら、軍用ライフルとしてはストレートプルが一般的になることはありませんでした。なぜだ？いくつかの問題点がありました。一つは構造が複雑でコストがかかること。コストか。それは確かにいただけない問題だ。軍用の武器の4大原則、安い、頑丈、簡単、強いです。
これを満たす武器でなければなりません。安いってところでアウトだね。武器が進化してきて、ますますシビアな条件をクリアしなければならんのか。また、スタリエトプルのもう一つの問題として、デリケートな点もあります。砂や泥で動作不良になるのは日常的で、使用する残虐が汚れているだけでも動かなくなったりしたのです。雑に扱えないってことか。カナダのロスライフルという非常に成功したストレートプルがあります。しかし、砂ぼこりで動かなくなり、やむなく銃剣突撃せざるを得ないような状況もしばしばあったようです。いざという時に発射できないのは困る。モンリヒャーの作ったライフルの多くはストレートプルになっております。自分の発明した仕組みを完成させたいという思いがあったのでしょう。M1886 は黒色火薬に対応したライフルです。しかし、同じ年にフランスが無煙火薬のルベルを発明します。作ったばかりの M1886 ですが、無煙火薬に対応した次のライフルを作らなければなりません。せっかく作ったのに、すぐにゴミになってしまったわけだ。そうでもないわよ。モンリヒャー M1886 は確かに黒色火薬だったけど、仕組みそのものは完成していました。M1886 は、ドイツのライフルに影響を与えます。ドイツのライフルに？ドイツでも、早急に無煙火薬に対応したライフルを作る必要がありました。しかし、正式装備だったマーザーの開発が遅れていたのです。そこで、ドイツのライフル試験委員会は、モンリヒャーのライフルをパクって、ゲベア88を作りました。このゲベア88が、マーザーに代わって、ドイツ軍の正式装備になりました。ゲベア88は、エンブロッククリップを使ったボルトアクションで、ダウンボルトになっています。ストレートプルではないんだね。フランスと敵対していたドイツは、フランスとの戦いに備えて、急いで武器を配備する必要があったのです。コストのかかるストレートプルは採用できません。確かに。ゲベア88は、クリップを上から装弾し、空クリップを下から落とす形で搬出します。上と下に隙間があるので、そこから砂や泥、水が入って動作不良になることも多かったようです。密閉されてないから、そこから異物が入るわけか。ゲベア88は、とにかく急いで作ったという感じが見受けられます。モンリヒャーのものを勝手にパクったので、訴えられる可能性がありました。この問題は、生産をオーストリアに委託することで解決したそうです。急ぎすぎるとそうなってしまうんだ。モンリヒャーも無煙火薬に対応した M1888 を作ります。M1886 からの大きな変更点はありませんが、オーストリアの正式装備となります。モンリヒャーの作ったライフルは、外国でも評判を呼びました。スイスやオランダ、他にもあちこちの国で使われたのです。おう、そんなに高評価だったのか。シュタイヤーマンリヒャーは、ヨーロッパ随一の銃器メーカーへと成長します。マウザーにも引けを取らなそうだ。ストレートプルとかエンブロッククリップとかが良かったのかな。そうね、その2つの技術はマンリヒャーの強みでした。さらにマンリヒャーはライフルに改良を加えていきます。1895年に M1895 というストレートプル、エンブロッククリップのライフルを作ります。M1895 は第一次大戦時、オーストリア・ハンガリー帝国の主力装備となったライフルね。これはヒット作となって、300万丁以上が生産され、オーストリア・ハンガリー帝国の正式装備となります。耐久性とか、汚れの対策は大丈夫だったの？その心配はありましたが、異物に対して強い構造で作られていました。テストでは、メンテなしの状態で、5万発の連続発射に耐えたそうです。なるほど、実用性を高めたんだね。さらにマンリヒャーは、新しいライフルを作ります。1903年には、回転式ダンサーを持つマンリヒャー・シェーンラウアーを作りました。弟子のシェーンラウアーと一緒に開発したライフルです。回転式って、リボルバーみたいな？そうね。こういう感じで、弾薬だけが回転して発射される仕組みです。この映像は、アメリカのジョンソンライフルです。ロータリーマガジンと呼ばれています。リボルバーみたいに、シリンダーがあるわけではないんだね。モンリヒャー・シェーンラウアーは、ギリシャで正式装備となり、オーストリアでも正式装備となりました。ただ、あまり軍用としては採用されず、狩猟用として高い評価を得るようになります。そうなのか。モンリヒャーはこのように、画期的な仕組みをいくつも発明しました。全く新しい仕組みをいくつも生み出したんだね。確かに天才的な発想だ。モンリヒャーは、セミオートやストレートプルなど、速射性に優れたライフルの開発に力を注いでいました。
しかし、1904年、55歳でこの世を去ることになります。なんと、あと10年長生きできていれば、マンリガーのセミオートは、真の完成を見ていたのかもしれません。武器屋のお姉さん。マンリガー、思った以上に色々と発明した天才だったんだ。全然名前も知らなかったから、侮っていたよ。中華機の歴史に名を残した、偉大な設計者ですね。革新的な銃の内部機構を発明しました。今回は、マンリガーのライフルに絞って大まかに紹介しましたが、セミオートピストルも発明しております。ピストルについても、いずれまた紹介できればと思っています。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。